こんにちは、ジンジャーです。アメリカから発信しております。皆さんお元気ですか？今日はアメリカの賃貸物件の値段が下がっているということについてお話ししたいと思います。ですね、この賃貸物件の家賃が下がっているのがシリコンバレーなんですね。シリコンバレーの家賃が今去年と比べて 15% も下がっているようなのですが、このシリコンバレーという地域は近年ものすごく家賃が値上がってしまって、ワンベッドルーム、これ日本でいう 1LDK ですね、これ2800ドルから3300ドルぐらいするのが相場なんですけれども、これだいたい日本円で30万から35万円ぐらいなんですけれども、今年2020年の5月は1年前と比べて平均で約 16% 近く下がっているそうなんですね。で、この地域は Google、Facebook、Apple、Netflix など、いわゆる GAFA と言われている巨大企業が軒を連ねる地域なんですけれども、ものすごく高給取りの労働者、ワーカーがたくさんいるところなので、家賃がどん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 釣り上がっていったんですね。ですが今回の、このパンデミックによって皆さんリモートワークをするようになったんですね。で、リモートワークが長引いて、例えば Google なんかは今年いっぱいはリモートワークを続けるって言ってるんですね。で、他の IT 企業も、少なくともオフィスに戻ってくるのは夏以降、または、ほとんどの会社は今年いっぱいはリモートワークでと言ってるところが多いと思うんですけれども、Facebook や Twitter に関してはすでに恒久的なリモートワークを認めるということで、いち早く正式発表しました。で、全米どこの州からでもテレワークをしてよいということなので、それならばということで、カリフォルニア、シリコンバレーがあるカリフォルニア、家賃が非常に高いこのシリコンバレーを出て他の州へ移住を決める人が増えているということみたいなんですね。で、とあるアンケートの結果で、とある、アンケートの結果によりますと、シリコンバレーエリアで働いている IT やハイテク系社員のなんと3分の2が、会社が認めるのであれば他の地域に引っ越したいと言っている人が多かったんですね。これは以前に取ったアンケートなんですけれども、そして今回このパンデミック収束まではかなり時間がかかりそうですし、今後も家賃の下落は長期的に続くのではないかと思われているんですね。そしてその実際その IT 系企業で働いている知人から聞いた話ですと、その方の周りでは、シリコンバレーを出てそのカリフォルニアの田舎に家を買って、そして今月、今、7月、2020年の7月なんですけれども、家賃が3500ドル、日本円で言って35万円ぐらいなんですけれども、その、アパートを出て、そして田舎のお家に引っ越して、そしてそのままリモートワークを続けていくということなんですね。それともう一方はサクラメントというシリコンバレーから2時間ぐらい車で北に行ったところに、都市があるんですけれども、そこはシリコンバレーに比べてもう全然家賃なんかも安いし、住宅の家を住宅物件、家の物件の相場もだいぶ低いんですね。なのでそちらの方にお家を買ったり、アパートを決めたりして引っ越した方もいらっしゃるそうなんですね。なのでもともと多くの方々が希望していたシリコンバレーから出たいというのと、あと今回のパンデミックでやはり収束までものすごく時間がかかりそうですよね、今のところ。そしてということで、今多くの方がシリコンバレーといういわゆる Facebook や、Google、Apple などの本社がある地域から引っ越して出てしまっているということで、
その地域の家賃が、まあ、本当にものすごく近年釣り上がっていたんですけれども、今年初めて去年と比べて 15% から 16% 下落しているということなんですね。そしてこのリモートワーク化がどんどん進んでいきますと、この家賃の下落というのも長期化していくんじゃないかなと思うんですね。結局その地域に、今までいたその IT 企業の社員さんたちがどん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 いなくなってしまうわけですから、まあ、人口が減ってそのアパートのニーズもだんだん落ちてきますと、やはりあの値段は下がってくる、家賃の値段は下がってくるんじゃないかなと思います。ということで今日は、アメリカ西海岸、シリコンバレー地区の家賃の下落についてお伝えしました。もしこの動画楽しんでいただけたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。